はい、どうも皆さん、こんにちはです。今回はね、ポケモンスカレッタとバイオレッタンいきたいと思います。 はいということで本日は8月31日の木曜日ということでいよいよ明日ですね今現在開催されているレイドイベントが終了したと同時にですね皆さんお待ちかねの最強ミュウツーレイドが始まるということでですね今回は今ね開催されているレイドイベントの情報についておさらいとあとはですね今回登場する最強ミュウツーは は3種類いるという情報がありますので今回はですねそちらの3種類のミュウツーについても皆さんに解説していきたいと思いますということで早速ですね明日終了してしまうレイドイベントについて今からね軽く紹介していきたいと思いますはいそれがですねこちらになります 輝けサポーター最強のミュウツーへのウォームアップということで,、まあこちらですね、最強ミュウツーの対策レイドイベントの後半戦となります前半戦はですねアタッカー成長応援といった形でやられていたんですが今回はサポーターですねで今回のこのイベントが明日9月1日の朝8時59分に終了してしまうということでこちらはです、ね、オーロンゲブリムオンそしてハピナスの3体が出現するというイベント になっておりますそして報酬がですねありがたいことに栄養ドリンクわざマシン経験飴とテラピースがすごく手に入りやすいというイベントになっておりますで期間がですね8月18日から始まっていたんですけどもいよいよ9月1日明日に終了してしまうということですねで報酬なんですけども今回栄養ドリンクはマックスアップ ブロムヘキシン、キトさんですね、まあ、要はですね、まあ、サポーターのための防御系の栄養ドリンクですねこちらが、えー、充電的にもらいやすくなっているといった形になっておりますそして、技マシンの方なんですけども今回は光の壁リフレクターで、ね、こちらも,も防御系ですね。 はい防御系の技マシンがすごくもらいやすいといった形になっておりますそして残り2つはバークアウトと虫の抵抗ですねこちら2つとも特攻を下げるという技になっているんですけども、まあ、バークアウトの方が虫の抵抗よりも威力は高めなんですが ただ、ね、命中率が95しかなかったと思うので、まあ、ちょっと、ね、外すリスクがあるといった形になりますで一方、虫の抵抗は命中が100なんですが威力が50しかないので、まあ、そこら辺はです、ね、ちょっと運用するのには注意が必要といった形になります、まあ、そしてハピナスレイドの方は前回と同じテラピースと経験アメのみが、えー、受け取りやすくなるといったようなレイドになっております。 でまあ、こちらのイベントですねあのガチグマを持っている方はそれでワンパンができるんですけどもガチグマを持っていない方も、ね、いっぱいいると思うのでその方たちのために、ね、攻略載せてありますので、えー、見たい方は、ね、ぜひ僕のチャンネルの概要欄に動画を貼っておりますのでそちらぜひチェックしてみてください。 というわけでですねオーロンゲブリムオンハピナスレイドがえいよいよ明日終了してしまうということで貴重な報酬がいっぱい手に入りますのでぜひ今日のうちに周回するように皆さんしておいてくださいということでですねいよいよですね今回のメインの情報であるミュウツーですね最強ミュウツーが3種類登場するのではないかというねそちらの情報を今回は深掘りしていきたいという,ふうに思います。 とということでまずはですね最強ミュウ2が3種類出てくるとは一体どういうことなのかというのを説明していきたいと思います。 思います、まあ、実はですねこちらポケモン SV の前の作品にあたるポケモンソードシールド、まあ、通称ケンタテですけどもそちらの方でも実は期間限定のミュウツーレイドというものが開催されていたんですよねでそこに登場するミュウツーレイドのミュウツーが3種類の型に分かれていたということなんですよ、まあ、実は一つ目の型というのは物理特化 でビルドアップを積んでくる方ですね。こちらが一つ目の方で、二つ目の方が初手でバリアを張って できてき瞑想を積んでくる方ですねこちらが2つ目の型になりますで最後の3つ目の方は初手でバリアを張ってこないんですけども悪巧みでねガンガン特攻を上げてくるというような方になっておりますつまりですねこちらの3つの方が今回のポケモン SV の最強のミュウツーでも現れてくるんじゃないかということを予想してるんですよねまあつまりですねもしこの3種類のミュウツーが最強レイドで出てくるので あれば、まあ、僕たちトレーナーにとって結構。 なことなんですよね、まあ、というのも皆さんね対策ポケモンもちろん準備してくると思うんですが戦うまでねどの方の最強ミュウツーが出てくるかわからないということになりますので、まあ、つまりね特防も防御もバランスよく上げておかないといけないということになりますので、まあ、そこら辺の調整はね結構大変なものになるんではないかと思いますね。まあ、ただでですねこちら物理型型じゃなくて特殊型の最強ミュウツーであった としてもサイコブレイクという技は必ず打っててくるるという風に予想してるんでですよねでこのサイイコブレイクというのはこちらの防御力でダメージ計算されるという技ですのでどっちみち、ですね特防と防御をバランスよく上げておかないといけないんじゃないかという風には思っておりますので、まあね、そちら、バランスよく育成したいという方でちょっとどうやったら、ね、バランスよく育成したらいいかわからないという方はぜひ、ね、僕の対策ポケモン動画に。あの 努力値の薬とかねどうやって振ったらいいかというのを細かく紹介しておりますのでぜひ、ね、概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらぜひチェックしてみてください。でそちらの動画でですねこの4体の対策ポケモンねおすすめしたと思うんですけどもその中でも一番上のオオロンゲが個人的に一番おすすめというふうに言ったんですが、まあ、こちらね虫テラスタイプとで、えー、吸血を使って で攻めていいこううじゃないかという作戦ですけども、まあ、もしかしたらですねこの2番目におすすめのミュウが、まあ、最強ミュウツーレイドに連れていくと不思議なことが起こるという,ふうに書かれていたと思うんですけどもその不思議なイベントがどんなものかによって、まあ、この、ね、ミュウがもしかしたら一番おすすめになるかもしれないので で、まあ、ぜひですね。こちら上の二つのオーロンゲとミュウだけでもですね。皆さん、ぜひ育成していただきたいというふうに思います。まあ、僕の場合のミュウは、まあ、虫が弱点ということなので、虫のさざめきですね。こちらを主軸で攻めていきたいというふうには思っているんですが、まあ、正直ね、明日始まってみないと、どのポケモンがね、刺さるかっていうのはもうわからないのでまあ、そこら辺はですね、明日また実際に僕も、ね。 参加してみてみ最強ミュウツーね倒した後でどのポケモンが攻略ポケモンとしてふさわしいのかというのはもう動画でね上げたいと思いますので是非ね今のうちに皆さんチャンネル登録していただけると嬉しいです新しい動画ねすぐチェックできますので是非ね今のうちにお願いします ということでね、最強ミュウツーは3種類出てくるかもしれないということをお伝えしてきたんですが、まあ、結局結論としましては、特防と防御バランスよく上げておきましょうよという話になります。まあ、と言いますのもやっぱりね、あのー、特殊型できた場合もサイコブレイクがありますので、やっぱり防御上げておかないといけないでしょうと。まあ、悪タイプの人はサイコブレイク効かないのって、その場合はいいと思うんですけども、まあ、 仮にですね向こうが物理型で来る場合はやっぱりねローキックとかあとたぐりとかの格闘技も、ね、覚えてるかもしれないのでその場合はねやっぱり防御も上げておく必要があるんじゃないかなと思いますまあ、いずれにしてもねどの方で来るかというのはもう戦ってみないとわからないので結局ねバランスよく上げておいた方がいいと思いますぜひ、ね、そのように皆さん育成してみてください。 ということで今回の動画はこれで終わりたいと思いますまあね鉄 しかとかあとドアスレとか覚えていない限りやっぱり光の壁とかリフレクターっていうのは結構必須になってくるんじゃないかなとは思うのでぜひねそれらの技マシンがめちゃくちゃ手に入りやすい今のレイドイベントをぜひえ周回しておいてくださいもう明日までなんでねでも明日終了したあと同時に最強ミュウツーが襲来してくるのでぜひね皆さん、えー、備えておくようにしておいてくださいということですね。 とまあ、こんな感じで,です、ね、今後も皆さんにとって有益な情報をどんどん上げていきたいと思いますので、えー、今のうちにチャンネル登録とよければこの動画の高評価もよろしくお願いしますと。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。それでは皆さんババイバイ,バイ,バイ